こんにちは。今日はただただ髪の毛を切る動画になります。私恥ずかしながら2021年の4月から髪の毛を一度も切っていなくて、特にこの2年間療養中、結んでいると楽だったので切ろうと思わなかったんですね、全く。もうそろそろ外に出ることもあるし、元のスタイルに戻そうと思って今回はカットしました。これはどこの家にでもあるであろう IKEA のクリップなんですけれども、今回は実験がてらこのクリップを使ってカットをしてみます。もう毛先がねかなり傷んじゃって、2年前の髪質とも随分変わって、もう結構髪の毛が軽くてふわふわするような、栄養が行き届いていないのかなっていうような毛質に変わってしまったのがね、結構今回切ってみて気がつきました。で、私は普段自分の髪の毛は自分で切るんですね。で、だいたい腰のあたりの長さでいつもキープしているんですけれども、それにサイドレイヤーと、あとは、後ろの裾に少しレイヤーが入るような感じに、今回は切っていきます。ね、こうやってサイドのレイヤーをね入れるのも、普段だったらねコームだけでガイドして切るんだけれどもちょっとこれでもできるかなと思って、まあ自分で髪の毛を切る人もなかなかいないでしょうけどね普段はねこういう感じでコームでガイドをしながら切るんですけれども、自分の髪の毛を誰かに切ってもらったっていうのがもう多分20年近くないんですよね。もうずっと自分で切っていて、長いから切れるんですよ。短いとねちょっと難しいかもしれないんだけど、こうやって全部前に引っ張ってきてコーナーをカットするような感じでレイヤーを入れていくっていう、そういうスタイルです。はい、なんかこうやって見てみるとやっぱりこう髪の毛がね弱くなってしまったなっていうのがすごくよくわかる。白髪染めなんかも2年前よりは染めてる回数が少ないから、カラー剤で傷んだっていうそういうわけじゃないんですよね。髪の毛を染める時もロングだったから中の方は見えないから、サイドと分け目だけをいつもカラーするような感じで、できるだけダメージ少ないように染めてはいるんだけれども、もうさすがになんかこうして見るともう髪の毛自体がねかなり弱くなっている。2年でこんなに変わるもんですかね。これはね老化現象だからしょうがないっていうのと、あとはやっぱり病気をすると血液の循環とかも悪くなったりするから、なんかそういう意味でもやっぱりね髪の毛に栄養が行き届かないんですよね。昔は長くても結構健康なツヤのあるしっかりした髪の毛だったんですよね。やっぱり弱くなるとこう癖も出てきて、もともと癖毛なんだけどふわふわするとやっぱりウェーブが出て、ちょっと何か手を加えないとふわふわしすぎちゃう感じもありますよね。まだカラーをしていない時は太いアイロンで髪の毛を巻いてカールにしていたんですけれども、
染め始めてからはね、もう余計に傷んじゃうから、夜シャンプーした後にドライヤーで 80% ぐらい乾かして、で髪の毛がまだ温かいうちにこうレイヤーが全部内側に入るようにツイストにして巻いてクリップで留めて寝るんですね。でそうすると次の日の朝起きると毛先が全部こう内側に入ってくれて、こうふわふわしないように、こうふわふわしないでツヤがあるこう綺麗なレイヤーになってくれるから、そういう感じで手入れはしていたんですけれども、今回はやっぱり2年間髪の毛切ってなくて、ずっとこう巻いているような状態ではなかったから、髪の毛のねキューティクルも多分ガサガサしていたのかなっていう感じで、で髪の毛を切ってから、コンディショナーをしたりちょっと手入れをして、でやっぱり同じように毛先が内側になるようにツイストして巻いて寝ると、昔のように綺麗になりました。やっぱり 2,3 日かかりますね。髪型を変えると髪自体もやっぱりその環境にも慣れていくし、スタイリングするとそのような感じに髪の毛も覚えてくれるから、今回も 2,3 日かかりましたけど、今はこう昔みたいなこうツヤが出て、でもやっぱり毛が細くなったなっていうのは変わりませんね。また一生懸命トリートメントしてお手入れして綺麗にしたいと思います。この2年間ね、本当にもう女を捨てていたというか、もうそれどころじゃなかった、おしゃれどころじゃないし、寝たきりだったし、髪の毛もどういう髪型にしようっていうそういう気さえ起こらない、もうとにかく結んで三つ編みにして、寝る時も三つ編みで寝て、もうそのまま朝起きて次の日、髪の毛も溶かさないで全く同じスタイルのまま次の日も過ごすっていうことがあったりしたり今回この動画を撮るにあたって自分の後ろ姿を撮影してみて本当にびっくりしました。こんなだったんだと思ってもういかに自分の髪の毛に興味がなかったというか、ただただ楽なお手入れでできる髪型そういう感じでした。まあ自分で切るっていうのもあるから、その、まあ、体力がなくて腕が使えなかったりしたので、まあ、そういうのもねあったんですけど、本当に二の次でしたね。切ってみたらもうすっごく頭が軽くなってすっきりしたんです。結構重たいですよね、髪の毛って。試しに切った髪の毛を測ってみたら 60g ありました60g を頭に乗っけていた。まあ今もね髪の毛長いから、これを半分にするともうさらに軽くなると思うんですけどはい、でこんな感じになりました。アイロンを使わなくても毛先が内側に入るようになっています。はい、では今日は最後までご視聴いただきありがとうございました。